ありがとうございます。3年となりますね。ハッピーバースデー。そうですね、非常に強かったですね。ボーチの手応え、雰囲気どうだったでしょうか。で、本当に状態の良さが伝わってきたので、ボーチもいい感じで走ってましたし、自信を持っております。今日は仕掛けさんのお誕生日だそうで、それでありがとうございます。今年はものすごく伸びたウルトライト、そこもまだまだ頑張りそうですね。そうですね、本当にこのレースというか、長瀬がほど好きなのか、いつもいい結果出してくれるので、楽しみですね。では最後にファンの皆様に一言お願いします。で、まだまだ活躍できるのだと思いますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。